私斉藤夏は小林太一君と付き合うことになって早1ヶ月、愛を誓い合った2人なのにキスはまだなの。友達はみんな経験済みなのに、焦る私はデートの日に作戦を立てて初キスゲットを狙ったけど会えなく撃沈。まだまだ初キスまでの道のりは遠いのでした。太一君、話って何？黙って。太一君、誰か来ちゃうよ。大丈夫、静かにして。太一君、怖くないから俺に任せて。いよいよなのね。ああ、神様、夢にまで見たファーストキスだ。あ、太一君！どこ？太一君！なっちゃん！決めポーズ付きのコースの勝負、そんな月何かがほとばしる、手探りでも描くように描く、傍らにあるオリジナル、誰かに言いたくなる Thank you、 気づけばまだ夢の途中に花村ごときに怒られちゃったぜ。付き合ってとっくに1ヶ月経ってるっていうのに未だに気づいてくれない太一君のせいだ。え、俺が何？太一君探してたの。実は俺もなっちゃん探してたんだ。え、太一君が？何何？太一君、真っ昼間からそんな、もしかして夢の続き？なっちゃん、誰にも言わないって誓える？キスのためじゃなくて太一君のためなら何でも誓っちゃう。この学校って昔宇宙人の行進の場に使われたんだって。え？それが10年前の6月29日、なんと今日なんだ。太一君ってもしかして宇宙人マニア？宇宙人が地球に降りてくるのは10年周期なんだ。っていうことは今日ここに宇宙人がやってくる。なっちゃんも会いたいよね。私はどうか。でも一つ難点があって、宇宙人と交信するには3人必要なんだ。え、そうなんだ。だからあと1人、誰か信頼できる口の堅い人を探さないと。なっちゃん、違うよ。彼は竹部島くん、僕のクラスメイトで。え、クラスメイト？やった、ごめんね。竹部島くん、もしかして今の話聞いちゃった？ごめん、聞くつもりはなかったんだ。
でもここ僕のプライベートスポットなんで。プライベートスポット？竹生島君も宇宙人に会いたい？はい。二人きりになれると思ったのに。誰にも言わないでね。言いません。やった！じゃあ今日7時に集合ね。それまでに俺どこの教室で更新したのか調べてくる。太一くん、キスは？ちょっと竹生島。竹生島です。あんたさっき太一くんに見つめられて赤面してなかった？別に。言っとくけど太一くんは私のもんだからね。変な気起こしたら話だけじゃ済まないわよ。このネズミ食っちゃうからね。データをチェックしたらここで10年前の8時に宇宙人と交信したらしい。紛らわしい竹生島！なっちゃん、間違いは誰にでもあるから。うん、そうだよね。すいませんでした。大丈夫、怖くないよ。太一くん。なんとかして二人きりにならないと。このチャンス生かすも殺すも私の腕次第。よし。なっちゃん、俺の格好変じゃない？全然変じゃないよ。かっこいいよ。ありがとう。好印象を受けるかな。太一くんなら宇宙人だろうが半魚人だろうが北京原人だろうが誰とでもすぐ仲良くなれちゃうよ。本当？うん。来るぞ。あれ、おかしいな。の方ってこともあるんじゃない？あ、そうか。うん、なっちゃんの言う通りだ。だったら竹生島くんに生徒会室の方を見張っててもらわない？私でもいいんだけど一人じゃ心細いし。うん、竹生島くんいい？もちろんいいよ。行ってきます。やった、これで太一くんと二人きり。僕はいつだって仲間外れさ。そんなことないわ竹生島くん。それにあなたには私がいるし。そうだね、アンジェリーナ。やっぱり宇宙人になるなんて奇跡だよね。奇跡は起こるよ。思い続けていれば
私が太一君とこうして付き合ってるのだって奇跡だと思ってる。なっちゃん、こんなに遅くまで何をしている。私がパトロール中でよかった。最初に帰るわよ。はい。あ、大地くん、いつか見てろよ。花村がずっと一緒で帰り中もできなかった。私ってそんな魅力ないのかな。ねえ太一くん、どうして。あっ、あっ、ごめん、寝てた。ううん、どうしたの。今日はどうもありがとう。なっちゃんがいてくれて本当に嬉しかった。私も楽しかったよ、太一くんと一緒で。なんか会いたくなって来ちゃったんだ。大地くん、今そっち行くね。うん、もう行くから。ありがとう、なっちゃん。おやすみ。おやすみ、大地くん。かわいい。斉藤夏、明日こそ大地くんの唇を狙います。